カルロ・サルバトーレ・ダズブルゴ・トスカーナは、トスカーナ大公レオポルド2世の次男で、最後の大公フェルディナンド4世の弟。トスカーナ系ハプスブルク家の一員であり、またオーストリア・ハンガリー帝国陸軍の将軍となった。ドイツ語名は、カール・ザルバトール・フォン・エスター・ライヒト・トスカーナ。オーストリア皇族としての大公の称号を有する。レオポルド2世と、2番目の比である両シチリア フランチェスコ一世の娘、マリア・アントニアの間の第五子としてフィレンツェに生まれる。1860年にトスカーナ大公国はサルデーニャ王国に並行され、以後トスカーナ大公家はオーストリアのハプスブルク家宗家を頼ることになった。1861年9月19日、元両シチリア王フランチェスコ二世の妹である十枚のマリア・インマコラータとローマで結婚した。 カルロサルバトーレは1892年にウィーンで死去した。マリア・アントニアとの間に11人の死女を設けた。ありがとうございます。